グリーン軍はアメリカ合衆国入りの一州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は13,886人であり、2000年の14,761人から5.9%減少した。軍庁所在地はキャロルトンであり、同軍で人口最大の都市はホワイトホール市である。軍内には コスター遺跡という考古学的に貴重な地域がある。そこでは7000年以上前に人類が住居した証拠が発掘された。この遺跡から出た人工物はカンプスビルのアメリカ考古学センターに展示されている。グリーン軍は1821年に設立され、アメリカ独立戦争の英雄であるナサニエル・グリーンにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は546.27平方マイルであり、このうち陸地543.02平方マイル、水域は3.25平方マイルで、水域率は0.59%である。近年、軍庁所在地である、キャロルトン市の平均気温は1月の下市16度から7月の下市87度まで変化している。過去最低気温は1912年1月に、 記録された歌詞26度であり、過去最高気温は1934年7月に記録された下詞113度である。月間降水量は1月の1.60インチから5月の4.34インチまで変化している。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。グリーン群は下記13の群区に分割されている。ありがとうございます。